バークレイズは、イギリス・ロンドンに本拠を置く国際金融グループ。リテール、ホールセール、投資銀行部門のみならず、ウェルスマネジメント、モートゲージ、クレジットなど幅広いサービスを提供する。現在は4つのコアビジネスにより構成される。1728年に創業、産業革命までは、同族経営であった。その後、バークレイズのイニシアティブは、おおむねテューク家とグッディナフ家にあった。 今日までいくつもの銀行を吸収してきたが、1990年にはヨーロッパ銀行ロピンデ・ボンクを買収した。ヨーロッパ銀行はジャコブ・マイエールド・ロチルドが1817年に設立したロチルド・フレールであり、1967年からはバンク・ロチルドに解消していたが、ミッテラン政権で国有化されていた。このヨーロッパ銀行を支配していたのがフランス商業信用銀行である。 CCF は1993年にサボア銀行と合併し、2000年4月 HSBC に買収された。また、世界金融危機の2008年に破綻したリーマンブラザーズの受け皿というのが野村証券とバークレーズであった。そしてこの頃、バークレーズの銀行からが英国スチュワードシップコードを策定した。バークレーズの営業権は世界五十カ国以上で、 48億人以上の顧客を有する、本国イギリスとヨーロッパ各国、アメリカ、中東、ラテンアメリカ、オーストラリア、アジアなどに拠点を持つが、特に南アフリカ共和国のものは、バークレイズの総資産港は世界第2位、イギリス三大銀行中、総資産では第1位、時価総額でも第2位を誇る。1982年に株式公開して以来、 バークレーズは、ロンドン証券取引所の主要リストにあり、フッツィ100の上場株式である、ニューヨーク証券取引所にも上場している。1690年、シティオブロンドンで、ゴールドスミスバンキングビジネスが起こった。ジョンフリー村も羽を広げた、黒高を商標に、1728年クエーカーのゴールドスミスを始めた。彼の義理の息子であるジェームズ・バークレーが1736年に、 パートナーとなって、称号に、バークレイズの名が刻まれた。やがて、バークレイ家の親戚であるシルアヌスベバンとヘンリー、トリットンが、それぞれ1767年と1782年に、共同経営者となった。正式な称号の定まった時期は文献によりまちまちで、あるが、バークレイズ、ベバントリットンのように3名を並べたものが、長らく用いられたようである。バークレイ家は、 資金の多くを奴隷貿易に頼った。デイビッド・バークレイはジャマイカに広大なプランテーションを持ち、ロイズ一族の娘と結婚した。法律でイングランド銀行ばかりが厚く保護された19世紀前半に、バークレイズがどうしていたかは容易に知れない。大不況のただ中であった1879年に、既存合命会社の有限責任化、つまり合資会社化が認められた。 結果として1888年にクエーカー同士の産業で合併がなされ、バークレー、ベバン、トリトン、ランサム、ブーボリー &CO が誕生した。そして1896年までに17のクエーカー業と20の個人銀行を吸収して、バークレーズ合資会社となった。吸収した銀行の半分以上はガーリー家をパートナーとしていた。バークレーズは、 オーバーレンド・ガーニーの受け皿になったわけである。なお、吸収された銀行のいくつかは、付けの名を含んだ。ガーニー家は、当時からのリッチ・ユニオンの経営に参加していた。ベアリング教皇が、本位貨幣を争うアメリカを直撃、1896年に JP モルガンとロス・チャイルドの拠出を合わせた、合衆国の準備金が、大ダメージを受けた。イングランド銀行も、日銀の預金を、 継続的に借りるほどであった。1896年からフランシス・ベバンが20年間に渡り、初代会長を務めた。実務は、イギリス東インド会社出身のフレデリック・グッディ・トナフが40年もの間リードした。最初は、ベイバンの秘書として、ベイバンが死んでからは、会長として、フレデリックは1934年に死ぬまで、ずっと君臨したのである。 他項の吸収合併は1920年まで頻繁に行われたので、フレデリックは現場を信頼して文献主義を取った。1917年までに、バークレイズは17の個人銀行と一つの合名銀行を吸収し、バークレイズ銀行となる。翌年にロンドンプロビンシャルバンクを吸収して、バークレイズの預金口は3億2800万ポンドに達した。1919年。 コールウィン委員会の権威により合併要件が厳しくなった。しかしフレデリックは第一次世界大戦の初めから準備を進め、ついに1925年イングランド銀行の反対を押し切って、アングロエジプシャン・バンクとナショナル・バンク・オブ・サウ。1934年にフレデリックが死ぬと、ウィリアム・フェイ・ビルツケとエドウィン・フィッシャー、そしてサー・ウィリアム・グッディトナフ、ファースト・ベルネットが、 それぞれ1936年までと1947年まで、そして1951年まで会長を務めた。ここまでは死ぬまで務め上げる会長が多かった。1951年にアンソニー・ウィリアムケが就任して、1965年にカリフォルニア支店を設け、翌年にバークレーカードを世へ送り出した。バークレーズは総力を挙げてグローバル化していった。 1968年にユーロクリアができたが、その翌年に、バークレーズは、ロンドン手形交換所加盟銀行の一つを買収した。この銀行は、ガーディアン保険のメインバンクを100年以上やっていた。1971年、バークレーズは1925年に買収した、南アフリカ事業を再編、改名し、また、ニューヨーク支店を設置した。1972年、 死にせコル商会を買収した。コル商会は歴史的な投資信託を保有し、また1926年にアムステルダム証券取引所で IG ファルベンだけでなく、ドイツ銀行やディスコントゲゼルシャフトの株式発行を手掛けた。1973年にバークレイズはオレンジリーフの建造予算を融資した。1973年から1993年までは会長、 アンソニー・フェイビルツケが、その代理、マーチン・ジーコムへ繋いだ時代である。アンソニー・トゥーク・ジュニアは、バークレイズ・ナショナル・バンク・オブ・サウス、アフリカ・リミテッドの持ち株を、アングロ・アメリカンやデビアスへ売却したが、退社してすぐ、リオティント会長となった。ジーコムは、クライン・ウォート・ベンソン・ロンズデールの重役であったので、バークレイズでは大権発行にも参加する力を見せた。二人の活躍する間、 新聞支配者のベリー一族と結婚したナイジェル・マブスがずっといた。逃げるモブズは2005年まで生きたが確かにその間は経営に計画性が1978年アメリカで外国銀行の支店設置を一つの州に限るという法律ができたがバークレーズには例外規定が適用された。これは1970年代に宣誓して 秀裁の視点を開業していた外銀を保護するものであり、IBF 構想をめぐりマクファーデン報酬正論が提起される契機となった。一方で、南アフリカ事業がアメリカンクレジットコーポレーションを買収して決済事業に進出した。1981年、デリック・バンダーバイヤーの肝入りで、ティモシー・ベバンが会長となった。また、フレデリック・ロジャー・ウッディトナフがバークレーズの 各部門を統制した。かつて、フレデリックの採用した文献主義は、グローバリゼーションの進む中で、バークレーズ本社と南アフリカ事業が同じような経営を考えるようになるにつれ形だけのものとなり、やがて1985年に本社と南ア事業は互いの称号を統一した。また、この年にビッグバン用、インフラバークレーズで添えては江ドを組織した。翌年に、 ビザのトラベラーズチェックを買収した。1987年、ジョン・クイントンが会長となった。1980年代初頭の急拡大があだとなって、バークレーズは巨額の不良債権を抱えるようになっていた。しかし、バークレーズは英国内で大掛かりな決済事業へ投資をしようとしていた。1990年にメルクフィンク商会を買収した。メルクフィンクの原点は、 ダルムシュタット銀行であるメルクフィンクは過去アンシュルスに機会を得てルイマ・ナタニエル・フォン・ロートシルト男爵のザロモンマイヤー・フォン・ロートシルト銀行をアーリア化した。またバークレーズは外洋のヨーロッパ銀行も買収した。こうしてバークレーズはドイツとフランスのロスチャイルド資本を回収、結合し両国とイギリスを通じて世界の決済事業へ進出した。 1990年代、バークレーズは大西洋両岸の不景気に苛まれた。1993年、アンドリュー・バックストンが会長となり、翌年にマーチン・テイラーが CEO となった。1996年まで、バークレーズは事業売却を繰り返して利益を上げた。1997年、会長として BZW からピーター・ミドルトンがやってきた。 マーチン・テイラーが BZW の解散・再配置を提案し、会長と対立した BZW の受益者である機関投資家が自己資本利益率を厳しく追求する中、ロシア財政危機と LTCM 破綻救済によってバークレーズの株価は下落した。1998年11月27日、マーチン・テイラーは辞職した。1999年、 マイケル・イオニールが CEO となったが、たった1日で、マシュー・バレットに交代した。同年、トニー・ブレアが貴族インフォーで、世襲貴族の議席を大幅制限した。2000年、バークレーズは、相互会社のザ・ウリッチを買収した。2003年、イビシから、ジュピター銀行という米クレジットカード会社を買収した。さらに、スペインのサラゴサ銀行も吸収した。2005年、 バークレイズアフリカグループを参加に収めた。また、リーガルジェネラルとの合弁事業であった、グレジャム保険の株式を相手方から譲り受けた。同年5月、バークレイズ本部は、シティのロンバードストリートから、かなりワーフのワンチャーチルプレイスに移った。2006年、ワコビアから、住宅ローン事業を4.69億ドルで下取りした。2007年3月に、アブン、 アムロ銀行を合併しようとしたが10月に取りやめた。2008年、欧州の経済危機対策、共同行動計画の一環で、イギリスでブラウン首相が RBS やハボース、ロイズに対して資金注入を行った。しかしバークレイズは自力で73億ポンドの資金を調達し、民間の自主性を保っている。破綻したリーマンブラザーズの北米部門を買収し、 投資銀行部門の拡充を図った。2009年3月、顧客の脱税を計画的に補助していた事実がウィキリークスに暴露された。巨額で課税根拠となる法律は多岐にわたっていたという。6月、資産運用部門のバークレイズグローバルインベスターズを世界有数の資産運用グループであるブラックロックに売却することで合意した。2012年1月、 世界で最も無責任な企業を選ぶパブリックアイアワードにノミネートされた。選出理由は急速な食糧投機により世界中の食料価格を高騰させ貧困層を苦しめたこととされる。7月2005年から2009年にかけてのライボー不正捜査によりマーカス・エージアス会長が隕石辞任した。2015年8月イギリスのリテール銀行として 最初のビットコイン決済導入計画を表明。2016年4月、イギリスで Apple Pay による決済が可能となった。5月31日、コインがインサイダー取引の疑いで逮捕された。2001年から2016年まで、バークレーズはプレミアリーグの冠無スポンサーとして活動していた。また、バークレーズのゴルフ大会を主催し、テニスでは、 ドバイテニス選手権を支援した。2009年からは、バークレイズ ATP、ワールドツアーファイナルの冠無スポンサーである。2017年5月、バークレイズアフリカグループの株式を市場へ大放出。アフリカ事業は機関化した。6月、バークレイズ元住役らが2008年に、カタールから不正に資金を調達して、緊急基金を作った容疑で告訴された。バークレイズは、 中東の政府系ファンドへ資本参加しており、それらは 1MDB への融資を焦げつかせていた。2017年9月、バークレーズは欧州のリテールバンキング部門をアナキャップに売却完了した。このアナキャップはゴールドマンサックスやアリアンツなどが参加するプライベートエクイティファームであった。プライベートエクイティファームとは同一のプライベートエクイティファンドを所有する機関投資家たちの共有 バークレーズは銀行、投資銀行、証券業、クレジットカードを事業分野とする。おびただしい合併を繰り返したバークレーズには関連企業がいくつもある。長い名称の羅列は英語版に譲る。決済においては独自のカード事業とカストディサービスを提供している。マンシマを拠点とする事業体が島の金融制度に関与している。プライベートバンキング部門がオフショア市場も 社定とする株式ブローカーを兼ねている。テクノロジー部門をアジア諸国に持っており、スマートグリッド事業と関わる。南アフリカに執着しており、歴史で述べたナショナルバンクは1925年すでに吸収してあった。2005年にもアブッサグループを吸収合併した。バークレイズが持つアフリカの大拠点は、南海外だとマグリブやエジプトである。校舎の近く、 イスラエルにイスラエルディスカウントバンクがあり、1971-1972年にこの銀行とバークレイズの合弁でバークレイズディスカウントバンクが設立されている。この事業は1993年に相手側が全株式を取得した。なお、バークレイズが買収したメルクヒンクは伝統的に保険のアリアンツを支配してきた。また、バークレイズは ケーブルワイヤレスの顧問を務めたり、PCCW の香港テレコム買収に参加したりして、情報産業にも関わっている。かつてバークレーズは東京証券取引所にも上場していたが、日本で保有される株式数が減少したことと、売買口が他の2証券取引所に比べわずかであることから、上場廃止を申請2008年6月28日に、 上場廃止となった。過去に、東京、大手町に投資銀行部門のバークレイズキャピタルの、日本法人、バークレイズキャピタル証券株式会社、並びに、バークレイズ銀行東京支店が、また丸のうちには、資産運用部門のバークレイズグローバル、インベスターズ株式会社が拠点を置いていた。リーマンブラザーズ買収に伴い、大手町の拠点と、旧リーマンブラザーズが拠点を置き、 野村証券が使用していた六本木の拠点を交換した。現在は六本木ヒルズ森タワーの31階に拠点を構える。2016年3月31日現在、バークレーズシンガポール支店がダノン名義でヤクルト本社の株式20%を保有する筆頭株主である。ありがとうございます。